旅行の達人。旅行の達人が運営する LINE アットに登録するとお得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。旅行の達人の川瀬木の葉です。ハワイのグルメとしてすぐに思い浮かぶのはポキやロコモコくらいでしょうか。ハワイには誰でも知っているような有名な食べ物から知名度の低い地元だからこその美味しいグルメもたくさんあるんです。そこで今回はハワイ旅行は観光だけじゃもったいない、いろんなご当地フードなどの食べておかないと後悔する人気のハワイのグルメを15選でご案内いたします。旅行の達人。まずは1つ目、ステーキ、ウルフギャングステーキハウス。ハワイのディナーでやっぱり思いっきり食べたいのがボリューム満点のステーキですよね。実はハワイは有名なステーキのメッカでもあるんです。質の高い店舗が各地で次々に出店して今ではステーキの激戦区となっています。本場アメリカならではの分厚いステーキはボリューム満点。日本ではちょっと得ることのできない満足感が味わえます。ハワイでの人気店にウルフギャングステーキハウスがあります。28日間かけてじっくりと熟成させた絶品のお肉がいただけます。ステーキは赤身も柔らかくレアでも OK。 人気メニューのポーターハウスステーキ、ボリューム満点でおすすめです。続いて2つ目、ロコモコビッグシティダイナー。ロコモコとはライスの上にハンバーグと目玉焼きを乗せ特製のソースをかけたハワイのローカル料理です。最近ではロコモコバーガーの人気も上昇中ですね。日本でもハワイフードとして知られてきましたがメニューに載せている店はまだ少ないようです。でもハワイのレストランでは大抵のお店のメニューにロコモコは載っています。ハワイでロコモコを食べるならビッグシティダイナーが人気店です。人気のメニューでは半熟の目玉焼きと肉汁たっぷりのハンバーグに特製グレイビーソースがたっぷりのザ・リアリーロコ・ロコモコです。続いて3つ目、ポキ丼、ポケ丼、ニコスピア38。ポキ丼、ポケ丼はハワイ近海の新鮮な魚介であるマグロ、鮭、カツオ、タコ、ムール貝などを一口大に切って海藻、ネギを混ぜ合わせてご飯の上に乗せた料理です。醤油ベースの味付けが一般的で日本でいう海鮮漬け丼って感じですね。新鮮な海鮮をたくさん使ったポキ丼はどのお店で食べても美味しいこと間違いなしです。特にポキ丼で人気のあるのがニコスピア38です。漁港のそばに位置するシーフード料理の有名店です。水揚げされたばかりの新鮮な魚介類、絶対にハズレのない料理ですね。店内にはテラス席もあるので海を見ながら食事が楽しめますよ。続いて4つ目、ハンバーガー、トミーバハマレストラン&バー。もうすっかり日本でもおなじみのハンバーガー、ハワイにおいても食べておきたい名物グルメです。たかがハンバーガーって感じですが、ハワイで食べられるハンバーガーは日本とは全くの別次元の食べ物です。すごすぎる肉厚とボリュームにさすがアメリカンって驚いてしまいます。人気のトミーバハマレストラン&バーはホノルルのワイキキエリアにあるリゾート感にあふれた上品な雰囲気のお店です。 1.5 センチの肉厚、ミディアムレアのお肉を挟んだハンバーガー、肉厚のホタテを挟んだバーガーなどメニューも豊富です。いずれもジューシーでボリューム満点、大満足のハンバーガーですよ。続いて5つ目、サイミン、田中サイミン。ハワイでラーメンが食べたくなったらサイミンに決まりです。サイミンとは現地の皆さんにも愛され続けている麺料理で、日本のラーメンに似た味です。干しエビや鰹節、昆布を使って作り上げた出汁は旨味が効いてあっさりとした味わい。トッピングはお店によって様々で白菜、ワンタン、ゆで卵などが基本です。ホノルルにある田中サイミンは日本人オーナーが作るお店です。エビから出した濃厚なスープが特徴で、衣が分厚い天ぷらやサイミン風の焼きそばなどサイドメニューも充実しています。
続いて6つ目、ガーリックシュリンプジョバンニ。今ハワイの B 級グルメとして注目なのがガーリックシュリンプ。新鮮なエビをガーリックバターで炒めただけのシンプルな料理です。殻付きのエビが出てくるお店が多いので手づかみでパクパクいっちゃいましょう。ハワイではワゴンでも販売しているのでどこでも気軽に購入できます。ハワイで人気のジョバンニのガーリックシュリンプは付け合わせなど一切なく、エビとライスのみのシンプルな盛り付けです。辛いものがお好きならホット&スパイシーがおすすめ。メニューに返金不可と書かれているほどの激辛メニューです。続いて7つ目、ポイ。アイラブナロ。ポイはタロイモを蒸してすりつぶしたものを発酵させた食べ物で、ハワイの伝統食です。古代主食で栄養価の高いことでも知られています。スーパーなどでも売られていますが、観光客ならハワイ料理レストランやホテルの朝食ビュッフェなどでもいただけるでしょう。鮮やかな紫色が特徴のポイはハワイの東側ワイマナロにあるアイラブナロというお店で食べられます。このお店の大人気メニューなのがポイで作ったパフェです。ポイのパフェにはフルーツがたくさん使われているので、初めての方でも美味しく食べられますよ。続いて8つ目、カルアピッグ。カルアポークコノズ。カルアピッグは豚肉を思いっきり柔らかく煮込んだ古くから伝わるハワイの伝統食です。カルアはハワイ語で焼くという意味です。昔は豚を丸ごとバナナの葉などに包み蒸し焼きで調理しました。今ではキャベツと煮込んだりサンドイッチに挟んだりして日常食になっています。ハワイで美味しいカルアポークが食べたければコノズに行きましょう。特に人気のケバブはじっくりとローストした豚肉がぎっしりと詰まっています。店内は青と白が基調となったハワイらしい雰囲気になっています。続いて9つ目、ラウラウ。ハイウェイイン。ラウラウはハワイの郷土料理の一つで、豚肉、鶏肉、魚などの具材をタロイモの葉で包み蒸し焼きで仕上げた料理です。見た目は笹の葉で包まれたちまきのようですが、ライスなどと一緒にワンプレートでお客様に出すお店が多いです。家庭でも頻繁に作られています。カカアコにあるハイウェイインでは美味しいラウラウが味わえます。行列ができるほどの人気店で、地元の方々の間でも評判のお店です。具材を一つずつ丁寧に作り上げています。こちらのお店では鶏肉と豚肉のラウラウが用意されています。テイクアウトも OK ですよ。続いて10個目、スパム結び。 ABC ストア。スパム結びはランチョンミートであるスパムをご飯にのせて俵型に握って海苔で巻いたおにぎりのようなフードです。スパムを醤油で味付けた後、卵焼きとセットにしても美味しいですね。一見おにぎり風のスパムおむすび、レストランなどではなくハワイのコンビニ ABC ストアで購入するのが一番のおすすめです。スパムそのものにしっかりとした味がついているので、ちょっと多いくらいのご飯の量でも美味しく食べられます。一つ一つ包装されているので持ち運びも簡単で、軽食としてもいいですね。続いて11個目、シェイブアイス。松本シェイブアイス。シェイブアイスはきめ細やかな氷が特徴のかき氷です。メロン、ストロベリー、ブルーハワイなどのカラフルなシロップが綺麗なハワイらしいレインボーカラーが特徴のデザートですね。シェイブアイスで人気なのが松本シェイブアイス。ノースショア、ハレイワにお店を構える有名店で、フレーバーの種類の多さが自慢です。パイナップルやストロベリーなどの定番からバブルガム、ビームイといった頼まないと味がわからないものまで揃います。初めての場合はストロベリーレモンパイナップルがセットのレインボーが無難でしょう。続いて12個目、マラサダ。レナーズベーカリー。ハワイの家庭で普通に食べられているおやつがマラサダです。表面はさっくりとして中はしっとりとした日本のドーナツ風の食べ物です。形から見れば沖縄名物のサーターアンダギーにも似ていますね。もともとはポルトガルで誕生したお菓子がハワイに伝わり、今では観光客の皆さんの間でも人気になっています。
マラサダといえば1952年創業の老舗レナーズベーカリーが有名です。人気なのがシンプルなお砂糖味、このふわふわの食感が癖になりますね。続いて13個目、パンケーキブーツ&キモズ。日本でも人気店がたくさんあるパンケーキですが、同じくハワイでも人気のデザートとなっています。クリームが乗ったパンケーキにフルーツがたっぷりと添えられたパンケーキや、ふわふわ食感が楽しいスフレパンケーキまで種類も様々です。そんなハワイでも人気のパンケーキが美味しいお店ならブーツ&キモズがおすすめです。いつも30分以上の待ち時間が発生する評判の高いお店なんですよ。名物メニューはこれでもかというほどのマカデミアナッツのソースがかかったパンケーキです。テイクアウトしてビーチで食べるのも素敵ですね。続いて14個目、アサイーボウルブルーハワイライフスタイル。日本でも専門店が増えてきているアサイーボウル、ハワイの新しい朝食としても定着してきたようです。ブルーベリーに似たフルーツの浅い底の深いボウルにスムージー状にしたアサイーを入れて、リンゴ、バナナ、ベリーなどのフルーツを盛り付けたヘルシーメニューです。アサイーの人気の秘密は栄養価も高く美容にも効果があること。ハワイにはアサイーボウルの人気レストランがたくさんあります。さらにはスーパーなどでも販売されていて、ブルーハワイライフスタイルではメイドインハワイの食品のコスメのほか、大人気のアサイーボウルなどの軽食も自慢です。続いて15個目、ハオピアレッズベーカリー。ハオピアはハワイの伝統的なデザートで、ココナッツミルクから作ります。ココナッツミルクを温め、そこにタロイモをすりつぶして入れて作ります。甘さは控えめのデザートですが、ココナッツの風味は十分に味わえます。ハオピアの人気店がテッズベーカリーノースショアにあります。ハオピアと一緒に様々なフレーバーを組み合わせたタルト状のデザートが人気です。おすすめはチョコレートハオピアクリームパイ。ハオピアとチョコレートクリームが重なっている絶品ケーキです。今回はハワイで絶対に食べたいグルメ15選ということで、ハワイの美味しい人気のグルメをご紹介しました。いかがだったでしょうか。ステーキやハンバーガーのような世界で認知されているメニューから、ポキやロコモコなどのハワイのご当地グルメまで、どれも素朴で美味しいフードばかりです。この他にもハワイアンフードやローカルフードが楽しめるお店がたくさんあります。観光だけでなく本場ハワイの味も堪能してくださいね。旅行の達人が運営する LINE アットに登録すると、お得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。